じゃんじゃかじゃん、はい、絶好調の荒木です。こんな道路のね、横のこの歩道に突っ立って撮影開始いたしましてね、ここ目の前の道路、はい、国道210号線でございますね。でこれまっすぐね、私が指さす方向に走っていきますと大分県日田市ね、そしてさらに向こうはね、もう福岡県久留米市にね向かう道路でございます。ということは、はい、その後ろ、こっちに行きましたね、大分県木津郡木津町、そしてさらに突き進みますと九重町湯布院別府と行ってますので、はい、でこの今国道ね210号線を私車で走行してございましたところですよ。動画の最初で見ていただいたかと思いますけども、ほら線路ございまして、線路を渡ったこちら、この先にほらね、鳥居が見えてますね。この景色が私ボロ車の車内から見えまして、急遽ねボロ車もうこれなんかな、ここなんか診療所かなんか書いてましたけども、ここに、はい、止めてます、車ね止めさせていただいております。はい、ありがたいことにね。ということは、はい、そうです、突撃ぶらり散策開始ということでね、ちょっとねやっぱ足運びたいですから、やっぱ気になりますからね、え、線路を横切る形で、まあその昔はね、ここにまあ線路なんかございませんよね、神社が建った当初というのはね、後に多分もうこの線路がね作られたかと思われますけども、あ、実際この線路なんですけど、今流行りのね、博多発大分日田市、そしてこう通過いたしましてね、ぐーっと通過いたしまして、九州湯布院まで向かうね列車で、湯布院号が走っております。でね、見えるかな、ここにちっちゃくね人がね隠れてカメラセットしておりますけどもね、これね電車マニアの方でございますよ。なんかね、なんか珍しい電車がこれからねこの線路を走るのではなかろうかなと。ただ珍しい電車と言いながらも、多分湯布院号じゃなかろうかなとも私思うんですけどもね。はい、まあそれはさておき、まあ撮影途中にね、たまたま運よくその電車が走った際は、その電車もこのカメラで収めたいと思います。ではね、ちょっと早速ちょっとね、どのような神社なのかというのを行ってみましょうかね。はい、はい、ではね早速ですけどもね、この線路を横切りまして向かいたいと思いますね。わざわざ桜の方からね撮影したんですけどもね、はい、ここね行きますよ。うわー、いいな。よいしょ。ね、はい、では線路をね横切っていきます。よいしょ。うわー、線路の上に立てるんだからな、ここな、そのまま行けるんだからな、面白いな。わあ、すごいな、着きましたよ。はい、映像はねちょっとね振り返りまして、さらにねちょっともう一度ね、どのような感じでねちょっと渡ったかのこう再現を、はい、このコースでね、はい、線路がございまして、線路が、はい、左右に走っておりますね。はい、この線路を横切る形で、はい、神社ございました。ここ目の前にね鳥居が見えてるかと思いますけども、まだ何神社かの確認しておりませんね。よいしょ、よいしょ、よいしょ、うわー、おー、あー、でもちょっと振り返るとこのロケーションめちゃくちゃいい、自然豊かでね、何とも言えませんけども、はい、では鳥居到着いたしました。そう、ボロ車の車内から見えました通り、なんかね、ほら、線路があるなと思いながら、でもね、その先にね、この神社が見えましたので、ちょっと早速ね、参拝させていただきます。ありがとうございます。ね、はい、ではね、早速ね、ずっと参拝させていただきますよ。ね、
はい、ではね、鳥居をくぐりますよ。よいしょ。よいしょ。ちょっとね、神社名が読めないな、六っていう、まあ、漢字はわかりますけど、その下の字が見えないな、六なんとか宮かな。ねえ、どうです皆様、読めます？ちょっと読みづらいかな、真ん中の字がね。あ、おやじでもね、この鳥居をくぐりまして、はい、くぐりましてね、向かいますので、はい、ぐーっとね、はい、振り返ると、はい、振り返るとね、目の前には国道215線ね、してこの線路が横切ったね、この立地にございます、はい、神社になります。おっと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 、はい、ではね、くぐりますよ。はい、ね、よいしょ。いやー、いいなー、来ました来ましたよ。はい、ではね、鳥居をくぐりましたので、今度はね、さらに進んでいきますので、うわー、石段もなんか結構いい感じにね、色がついてますね。よいしょ。はい、では上がっていきます。よいしょ。よいしょ、ね、うわー、着きましたね。表記は天満宮と書かれてございます。ありがとうございます。天満宮なんですね。はい、天満宮様でございますね。はい、では早速ですけどもね、参拝させていただきます。で、こちらがね、本堂になりますね。よいしょ。いやー、雰囲気がむちゃくちゃいいな。むちゃくちゃいいですね。はい、はい、参拝をさせていただきました。すがすがしいね、めちゃくちゃすがすがしいでございますよ。はい、ね、ちょっと奥にね、お地蔵様もちょっとお祭りしてございますので、こちらでもね、お手をぜひ合わさせて、お手を合わせたいと思います。よいしょ。はい、お地蔵様でございますね。参拝させていただきました。わ、これこのね、2つなんかこのなんか目音のようになんか2つ並んだ石がね、こちらありますけども、何でしょうこれ。なんか可愛いな、あの周りは苔のグリーン色のね、上になんかこう2つポツリと、
可愛いんですけど、何か何かお祭りしているんでしょうね、ここにあるっていうことはですけどもね、何でしょうね、なんかすごい本当にあ、すごい可愛らしい。はい、これね、あの本堂の横にありますので、ぜひこちらにね来られた際にはね見てみてください。可愛いですね。ね、二つの石がね隣り合わせて並んでございまして、はい、で本堂ですね。わあ、でもここすごいな、なんかこのグリーン色になんかね、なんかこの苔びっしりと植わってまして、なんかすごく綺麗なんですけど、でまたちょうど新緑の時期っていうのもあるのかな、かな、ね、えめちゃ綺麗だな、なんかなんでしょうねこの綺麗さはね、本当にねめちゃくちゃ綺麗、なんだこれ、グリーンの芝生のようになんかもうぎゅうぎゅうぎっしりと植わってますけども、なんだろうこのこの葉は、してまたほら水分をね含んでますので、なおさらこのグリーン色がねめちゃくちゃ綺麗で、いやー綺麗だな。奥にはなんだこれ、ねえぐーっとねえ、めちゃくちゃ綺麗な、なんかこの景色ロケーションですけども、ハハハハ、平成2年、なんかわからないですけど、楽しい楽しいな、よいしょよいしょよいしょ、あ見てほら、こちらにもね2つの並んだ石がね目音のように、はい、ございますけども、あらっていうことは、この本堂左右にねこの石お祭りしてございますよ。電車のブーンって音が聞こえた、うっちり、うっちり、ちょっと待ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。あのね、多分向こうからね、はい、あ、湯布院の森号ですよ。ほら、ねえ。あ、はい。あれ一度私乗ってみたいなとかと思いながらね、いつもいつも思ってるんですよ。っていうのがほら、普段はやっぱこう車でね、移動してますんでね。たまにはこのんびりこの電車に乗って、電車の旅なんかもね、楽しめたらなとかってね。ね、ちょっといつかね、ちょっと私があの、湯布院の方に乗ってね、じゃんじゃかじゃんと撮影できたらと思います。はい。すいません、せっかくでちょっと左右のこの目元のね、石を撮影してたのに、ちょっと電車の音が聞こえましたので、ちょっともう一度こんな改め、こちらがだからあの正面向かった本堂の右手になりますね、このこの夫婦のこの2つの石、何か多分意味があるのだ、あるのではなかろうかなとも思いますけどもね、え、はい、本堂でね向かって、そして再度ちょっともう一度見ていただきますよ、正面本堂の、はい、奥にね2つの石がね、多分これ意味があると思いますので、ね、はい、正面の本堂、ね、向かって左側でございますね、はい、で向かって、はい、こちら右側でございますね、はい、ということでね、今回こちらの天満宮ねご参拝させていただきました。でほら、線路を渡ってこちらの本堂にね移動するというね、ちょっと面白いなんかね参道ね、そこの線路にね電車が走ってくれないかなと思ったら、ちょうどタイミングよく、俺持ってるな、持ってますね、ね、そしてまた皆様にも見ていただきたかったこの湯布院の森を、これね、これがこの線路をね渡っていきましたけども、いやー、よかったな、いい絵がね最後撮影できて、私的には大満足でございます。あ、そうだそうだね、はい、ありがとうございます、はい、ありがとう。いやーでもね、ねー、はーい、ね、出てきましたよ。
うわ、面白い、よかったな、なんかちょうどね、線路ね。はいじゃあ、はいじゃあ、はいじゃあ、ねえ、ねえ、ほんと線路をね、この、ま、渡ってきますからね、ねえ、だから踏切も何もない、もちろん音気をつけなかないとですね、電車でバコンで跳ねられないように、はい、よいしょ、ね、よいしょ、はい、はい、ではね、国道215線までね、はいはい、徒歩で戻ってきました。ということでね、今回こちら、ね、あの天満宮という、ま、表記がございましたけどもね、はい、こちら遊歩道、このちっちゃなね、川かな、ちっちゃな、本当もう小川が流れてます。ここにね、渡る橋作っていただいておりますけどもね、通行危険ですよと、ね、気をつけて、お渡りくださいということで、県道をまたいだ先に鳥居がございまして、その先にね、はい、本堂がありましたね。ね、ありがとうございます。でね、ちょっと見どころといたしましては、あの、この本堂の左右に、なんか、目音の小さないね、二つの岩がね、左右、祀られているのかな。どうかちょっとわかりませんけどもね、なんかすごい素敵で可愛らしかったですね。はい、でね、やっぱこのね、メインが面白いこの線路の上からね、湯布院の森号が走ってくれました。いい絵がね、私的に撮影できまして、大満足でございます。はい、ということで皆様動画最後までご視聴していただきありがとうございます。はい、よし、よろしければチャンネル登録お願いいたしますね。で、グッドボタン、いいねボタンお願いいたします。はい。ではでは、ここね、大分県日田市かな、北須郡かな、どこかな。もう微妙なんですよ。あ、でももうちょっと先がね、天ヶ瀬温泉なので、ここ日田市かもしれませんね。はい、ということで、もう適当でね、すみません。はい、絶好調の荒木からでした。はい、では皆さん、またねー。はい、はい。